今日は篠崎二郎さんと平島俊彦さんにいらっしゃっていただいています。こんにちは。こんにちは。お二人とも1年生なんですね。そうです。はい。じゃあ篠崎さんの方からこちらに、鍼灸師になろうと思われたきっかけを教えてください。そうですね、まあ、以前から針を受けてたことはありましたんで、自分が今別の、まあ、揉みほぐしというかそういう仕事をしてまして、まあ、数年経ってこの業界でやっていくにはちゃんと知識が必要だなっていうふうに思いまして、でいろいろ選択肢はあったんでしょうけど、まあ、馴染みもありました鍼灸の方にお願いすることになりました。ありがとうございます。平島さんの方は、僕は医療関係に進もうと思った時に千葉にある学校ここだったので来ました。こちら医療関係の中でも鍼灸がいいなと思った何かきっかけとかありますか？周りに結構病気の人が多くて、ちょっと役に立ちたいなと思って、おじさんも大腸がんですし、一人のおじさんも足、両足がないとか、父親は顔面麻痺とか、ちょっと役に立つと、はい。こちらの学校を選ばれた理由は何でしょうか？いや、入ってからですけど、やっぱり東洋医学がすごいこう力入れてて、今感動しています。いかがですか、こちら選ばれた理由とか。まあ、千葉在住なんで、まあ、近いところっていうのが、まあ、単純な理由ではあったんですけれども、実際に入ってからは、まあ、他の学校との違い、まあ、他の学校も授業を受けたことあるわけじゃないんでよくは分かってないですけど、まあ、この学校ならではの良さっていうんですかね、診察室があるですとかそういうところでは非常に勉強になってると思います。あの1年生の時って入ってみたらいろいろこんなことも勉強しなきゃいけないのみたいな戸惑いがある学年だと思うんですけど、そういうのはありますか？これ意外と大変とか。大変は全部大変ですね。楽なものは一つもないなっていう感じですけれど、まあ、年齢的にもう40過ぎてるん でそこからまた勉強するっていうのでは、まあ、ちょっと不慣れなことなんで、そういう意味での慣れっていうのはまだ慣れきってない。そうですね、まだもう半年経ってるから慣れないといけないんですけれども、勉強の方、実技の方はいかがですか？実技はすごく大変です。こうもぐさひねるの、あと入って驚いたのが先生がすぐ病痛いとこ当てる、触っただけで、まあ、いてもう驚きです。でもそういうのって信頼感ありますね。す先生本当にすごいんだなっていう、受けた時感動します。あのここに入りたいなと思っている、あのこれから後輩になる方々に向けて何かメッセージありますか？まあ、まず付属の、診察室がありまして、で曜日ごとによって担当される先生が変わります。っていうことは針の打ち方とかも先生によって治療法が違うのやり方っていうのが、まあ、それはその先生に限らずどの鍼灸師さんでもどの診療所に行っても変わるっていうのはあるんですけれども、まあ、どれが正解っていうわけではないっていうふうに聞いてました。まあ、結果的に治ればいいっていう、良くなればいいっていうことですけど、その、いろんなやり方が見えてですね、やり方とかがあって、自分に合ったやり方っていうのがそれでも見えてくるんでしょうし、はっきり言ってまだ一も何も分かってない状態だから、そういう診療所にそんな先生来てくれるんで ね、 お手伝いすることによって授業ももちろんそうですけど、それ以外の勉強にもなるという意味ではこの学校の特色っていうのは聞いてるところですね。はい、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日はみのりさんにお話を伺います。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今3年生でいらっしゃるんですね、はいですはい、っていうと国家試験対策してるような、そうですね今は、はい、もうそっちの方がメインになってます。はい、はい、でもみのりさんこちらに入られたきっかけは、そうですね年齢も年齢になってきて、うん、やっぱり体の衰えというかなんかこう感じてきて、それまでは結構、まあ、別の仕事をしてたんですけども、ふとやっぱり40を過ぎたぐらいから体が衰えて、なんとか自分でこうメンテナンスをやっていければなと思ったのも、はい、きっかけになりますね。前々からその東洋医学なんか細かく内容は知らなくても、あの興味はあったんですけども、はい、それがきっかけになります。で、鍼灸を選ぼうと思ったのは、本当に最初のきっかけは韓国ドラマでした。チャングンとか、そうなんですよ、あれが好きで見ていて、なんか針だけでこれだけ人の体が変えられるっていう、なんか不思議さとなんか凄さっていうので、こうどんどんそのドラマに引きずり込まれたっていうのが、まあ、ハリキューを選んだきっかけではあります。でこちらの学校を選ばれた理由は何でしょう。もうあの正直言って近いかったので、うんうん、はいはい、お住まいどの辺ですか。もうすぐ近くです。もう歩いて来れるとか。歩いてではないんですけども、まあ、で電車だと本当2駅ぐらいとかなので。なるほど、はい、じゃあ調べられてこちらを選ばれた。そうですね、はい、じゃあこんなに東洋医学に力を入れてる学校だっていうのは正直知らなかったです。なるほど。なんですけども、逆に私にとっては東洋医学っていうことが、まあ、知らなかっただけに、こうそれだけ深くやってる学校っていうのは知ってから、あの入ってから知ったんですけども、すごくどんどんこう興味が湧いてきたっていうのはあります。あ、なるほど、はい、あのこの学校こういうとこが好きだなみたいなのってありますか。そうですね、他の比べてっていうのはちょっとわからないんですが、やっぱりおそらく他の学校ではやってないこう駅橋とか、確かにっていうのはすごく面白くて、やっぱり奥深いので、卒業してからも、まあ、鍼灸とは別にやっぱりちょっと勉強したいなっていうのはありますね。なるほど。逆にここもう少しこうなってくれるともっといいなみたいなところありますか。そうですね実際、まあ、鍼灸についての臨床的な、実際患者さん見るっていうところの臨床にこうつながるような、まあ、授業とかもうちょっとあったらなと思う、うん、実技がもうちょっとあると、実技っていうよりも臨床。そうですね、まだなんかその実際に体、まあ、体を見てっていう、うん、やってはいるんですけども、まだまだやっぱりこれで卒業してじゃあすぐに現場でっていうのは不安が残るので、もうちょっとそういう意味では、まあ、卒業してからの勉強になると思うんですけども、自分なりにもやっぱりすごく分かります経験を積んで、うん、そういう現場がもうちょっと学校のうちに、まあ、こちらでもあの何ですか、付属の施術室があるので、うん、そちらにも一応所属をして、ただ実際に患者さん自体は見れるわけではなく、先生の指導をいただきながら、うん、まあ、学生同士で練習をするような形になりますので、うんうん、はい、ただあれですね、生徒さんの年齢層も広いですし、あ、そうですね、ね、はい、男女も割と同じぐらいいらっしゃるから、はい、そういう意味で言うと練習、はい、になりますね。それはそうですね、やっぱり実技自体も代わり番こずつでやっていくので、うん、年齢層もいろいろ見えて、それ全然脈とかも感じ方も違うので、そうですね、もう授業の中でもすごく勉強にはなります。はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。